いやあ、せつだけいだよ。東京クロノス。このゲームね、俺すっごい長いこと楽しみしとったんですよ。<laughs> えー、このゲームね、えー、俺が出会ったのは、去年の10月、徳島で行われたアニメのイベント、街遊びっていうのがあるんですけどね、街遊びっていうアニメのイベントがあるんですけどね、そこで、このゲームがね、あのー、このゲームのスタッフがブーストを開いとってね、 そこで、このゲームの体験コーナーみたいのがありまして、そこで試遊した時の感動、もうね、それをやったときね、あんまり期待しなかったんですよ。あの VR ゲームを体験できるってことで、ただ、とりあえず列に並んだだけ、で、自分の番が来てね、ゴーグルつけて、いざプレイしてみたらね、もうすごい世界が広がって。 あの時の感動。もうあれをやり終えた時のさ、製品版に対しての期待と興味がすごい湧いたゲームです。まあ、どんなゲームかってもやりながら説明していくっていうか、まあ、や、えー、実行の動画を見てもらったらわかると思うんで、やっていきたいと思います。ちなみに俺は、その街遊びのイベントでデモ版をプレイしたことがあるんですが、あれ けどこれあれやなそのデモ版プレイしたことあるんやけどさこのデモ版にはこんなシーンなかったと思うんやけどどこんなとこが始まるんじゃハッとするまるで飛び起きたかのような感覚で気が付いたらそこに立っていたこれこれ顔が動いたらねその上に合わせて <laughs> メッセージウィンドが動いてくれるっていう新鮮設計なんですよね <laughs> どこを向い取っても必要なのこのメッセージウィンドウが読めるっていうシステムああなんか工事しておる建物の中かなこれ鉄骨があるね <laughs> カラーコーンドがんだこれが主人公の桜井京介君要はプレイヤーがこのキャラクターの立ち位置になるっていうかこのキャラクターの目線になるって言えばいいかなそんな感じですこんなところ見たことがない記憶をたどるが ここがどこなのか見当も少なかったそれどころかここにどうやって来たのかさえ覚えていない最後の記憶はいつも通りベッドで終身立ったところまでだった一体何がもう俺も一体何がやもんデモ版でこんなシーン見たことないもん俺こっから始まるんじゃ<た>こんなとこから行ったどうした 思い出そうとして頭が痛んだごめんなさいねなんか <laughs> チラホラちょっと <laughs> メッセージウィンドウチラホラ動かしてごめんなさいね視 <laughs> 聴者さん的にはちょっと見にくいかもしれんけどんな,なんだよんな,なんだよ夢でも見てるかの見てるのだろうか夢とは思えないリアルな感覚だ意識も発揮している右側に人影があるのに気がついてギョッとする <僕 S 1> ええ写真写真じゃない目を凝らすと僕桜井京介がいた自分がドッペルゲンガーだ死んじゃうよ京介くん死んじゃうよ京介くんんだガラスか <laughs> どういうことだ <laughs> ビビらせだお前 <laughs> ちょっと天然っぽい入り方したでねお前あこれが京介くんか桜井京介くん なんかいい制服着てるなぁ。私立の学校かな。ふと <laughs> グラスに映る自分の姿に違和感があった。どうしたいつもよりなんか僕の髪型決まってないぞみたいな感じか僕だらけ、え、僕だけれど、僕ではない感じ。存在が薄いような、何か大事なものが欠けてしまっているようだな。ああ、アニメキャラでよくあるさ このチャームポイントがなくなっただけでそのキャラクターとは認識されない感じ。<laughs> あるよね。そういう感じこうだけが僕だと断,定断言できないような不足感があった、うん。喪失感とでも言えばいいのだろうか。僕は手ぶらでここにやってきたのだろうか。ズボンのポケットに手を突っ込むが何もない。わこの… スマホを誰より一人,一人一つスマホ持ってるご時世にスマホもない上着のポケットを確認するがいつも持ち歩いているスマホどころかポケットに入れっぱなしの生徒手帳すら見当たらなかった生徒手帳かうんちょっと窓際に移動したんか何が起こってる自分の声が反響して 孤に感に苛まれるこのわけのわからない空間に一人追い出されてしまった体がこわばり鳥肌が立つどこなんだここ僕は何をしていたんだどこなんだろう東京クロノスのってたやつの意見東京であることは間違いないけど とりあえず家に帰ろうか外に出ればここがどっかも分かるだろう <laughs> 誰ああ <laughs> 誰この <laughs> この <laughs> なんかおいでウェルカウムみたいな体勢のやつ誰 <laughs> 彼は僕と同じ制服を着ている確かに同じ学校なんしかし 見たことがないから同級生ではないのだろう1年か3年だろうかってことは京介君は2年生なのか誰歩いてきたの口の動きがリアル <laughs> 口の動きがリアルだよ君すごいなんか髪の質感とかふわふわしてる感じがあるよほんまにこれ映画映像なん ?VR ってすごいねローって言うんだよ名前 ロー。ジャンク屋か友達と言っているが、僕は彼のことを見たことがない。ロー。声に出して彼の名前を呼んでみる。しかしまるでピンとこなかった。まあ友達でもいろいろあるからね。相手が、えー、相手がこっちのことを友達と思っとってもね、こっちは相手のことを友達と思ってないパターンもあるからね。悲しい現実だよ。 2年3組お前も3組なんえ3組ってあの通称穏やか3組だぞお前穏やかなやつしか入れないから穏やか3組だぞお前えどう見てもお前穏やかそうな顔してないのに何でお前穏やか3組に入れたんどういうつもりですぐ映える嘘をついているのだろうかしかしここは嘘だと言及しても 空気を悪くする <laughs> とか考えてくれとんじゃ京介くん結構いい子やな <laughs> この場の空気のことを考え始めてるこんな状況なのにごめん本当に知らないんだお気楽この状況のことなんか知っとんかなえ何も考えずに臭いものには蓋をして毎日楽しそうですねって言ってんだよ いやー、臭かったら蓋をするだろう、お前。臭いのは嫌だぞ、俺は。何のことだお前だよ。自分が何をしたのか分かってんのかは、京介、もしかして、小学校3年生の時にやった、ま、クラスのマドンナの女の子のリコーダー、ロペろペろ事件。お前、バレたんじゃないのこいつに。<laughs> お前、バレたんじゃないの 何なんだこいつせっかく出会えた人だったが話が通じないことに落胆するてかこいつの顔こいつの見た目さもう忘れようがないような見た目しておけんね <laughs> これで覚えてないんだったらさ相手の方が人違いしるような感じがするんよな <laughs> こっちのことしかしだからといってそれじゃあ 去るわけにもいかないそれやってたら、京介君のメンタルすごい鋼のメンタルやがんな <laughs>。この状態でそれじゃあって言うて帰れるメンタルの人はなかなかおらんぞ、お前 <laughs>。まずはこの状態について情報共有したい。こここってどこなんだ <laughs> <laughs> 何そのポーズどうやってここに来たのか覚えてるさあ。そう <laughs> 違うサーを見せてくる違うサーのポーズを見せてきたの <laughs> ちょっと角度を変えてきたな新しいポーズ来ました <laughs> 新しいサーのポーズ来ました3種類のサーを使いこなす <laughs> 3種類のサーを使い殺す少年ローお前は何者なんだお前は <laughs> すごいな3種類のサーを使いこなすんじゃんお前お前 <laughs> お前の名前さ、ロウじゃなくてサーって呼んでいいかななあ、ふざけてる場合じゃないだろう。ここがどこでどうしてここにいるのか僕は全然わからないんだよスマホもないしどうやって来たのかも覚えてないしそりゃ大きいのどにでもそれって自業自得じゃねえの自業自得なんか知っとんかなロウくん何がだよひょっとして 何か知ってるのかって思うよなかの様子はおかしい余裕がありすぎるこんなわけのわからない状況に適応している <laughs> 適応努力だけえな小ロー何なん,なん過去小学校2年度か8歳ぐらいの時お前もしかして内戦地とかで戦え進んでた感じ <laughs> 戦争が日常左半じゃけん、こういう穏やかな環境だったら普通に適応していきますよみたいな、そんな感じの過去を送ってたのかお前。そりゃ適量が来たいわー。<laughs> 恐怖はわからないからこそ起こる感情だ。うんもしかして、彼はこの状況について何か知っているのではないか <laughs> 知ってるよ。ここがどこで、どうしてお前がここにいるのかも全部。ん、マジか。 え、あなたのおすべてを知っています、的な感じ。ザックイズショーでないか、お前。桜井ショーでないよ、お前。<laughs> あ、桜井だって、おい、京介。お前とお前同じ意名じだぞ、お前。なんか親近感湧くな。うわ、近づいてきた。え、なに俺の靴を舐めろとかそういう話じゃないよな。 違うわー近っえ、ちょっと待って、その掴み方、まず俺の方が吐くよ。うわっお前はそうだよな。いつもへたれて何もできねえ。うわっおっしゃる通りです。だから、何のことだよ 何するつもりだえで何その知見チキンレースチキンレースわロウの姿に何かの景色が重なる<っ>頭が痛むなんだこれどこへ行ったん学校の屋上誰かが立っている。 風に揺れる髪、そしてうわれ。自分の心の奥底から湧き上がる感情、京介、嫌だよな。こんなよくも分からん頭をいかれたようなやつにそんな声言葉をかけてあげるなんて思い出はできない。落としてはいけない。救わなくてはいけない。ローやめろロー 親御さんが泣いてるぞ。呼びなれない名前を連呼し、彼の愚行をとがめる。<ー>しかし。ああ折り方もリアルですな。<ー>落ちた。落ちた。落ちた。 息を飲むゆっくりと下を見るとそこには誰にも誰もいなかったっ誰もいないロウは確かに落ちたはずだロはっ <laughs> えっええ,え <laughs> 心配したんだぞろ <laughs> やめようよそういう冗談はよくない心によくない心臓によくない頭によくないどこにもよくない <laughs> おそらく落ちたと見せかけて工場の足場にでも着地したのだろうお前すごいなイリュージョンリストを目指せるぞお前騙されたぞお前その道のプロになれるぞお前だろうな 注意ロウはもう、この後、出てきませんとか出てきたら、お前何やねんってなるがな。このゲーム的にお前。おいロウ何だったんだよ、あいつ。一体、何が起きたのか。やはり、ここに来た記憶はない。夢でもなさそうだ。記憶喪失無誘病そうだとして、 なぜロウはそのことを知っているあらゆる可能性を考えてみるがどれも現実感がなくしっくりこなかった <laughs> こうしていても仕方がないとりあえず外に出よう入り口あんのこれあ階段あるよう見たら階段あるなあそこから出るんかなスマホがなく 誰とも連絡は取れないし、ここがどっかも分からないが、外に出れば分かるだろう。全く知らない場所だとしても、誰かに聞けばいいのだ。うん。ああ、ここここからかこれ見たことあるぞ、俺。確か、その街遊びでやったデモ版がこっからスタートだったんよね。 だからさっきまでのローとの会話のあの部分は見たことなかったんやけど、こっからは多分見たことある。ってことは、これちょっと進んでいったら、俺の一番の思い入れのシーンが出てくるぞ、みんな。もう、そのシーンに出会った瞬間、みんなドキドキする。もう、俺はそれは確信してるよ。なんて言ったって、ツイッターでも、東京クロノス、アットマーク東京クロノスで検索したらね、そのシーンを押す人がたくさんいるんだ。みんなのにを見せたいと思うんで、このまま行きたいと思います。 外に出るとどっかの路地裏のようだうん路地裏よくありがちカラーコンがまたあるな見覚えがあるような気がするが気のせいかもしれないまあよくありがちなやつやけんな路地裏やけんな同じような景色は東京にいくつも合うだろうし静かだな。うん東京だったらもうちょい車の音ぐらいはあってもいいだろうに 僕以外から発せられる音が何もない。お前静か。栄えていそうな町なのに、どうしてこんなにも人気がないのだろう通りを開けた場所の方へ向けて歩いていく。とりあえず誰かに会えれば、ここがどこかかわかる。そうしたら家に帰れる。あっ、でも。 財布がなーい。電車で帰ろうとしてる。もうこの際だけね、もうどこでもいいだろ。使えるかもしれんけど、お前。身分も少年。え、ちょっと待って。生徒手帳持ってないとか言わ、持ってなかったっけ、お前。生徒手帳お前持っとるとか言わんかったっけ、お前。え、生徒手帳は、お前。帰るにしても、交通機関が使えない。まずは交番か。家に電話しよう。人だ。誰でもいい。人を見つけなくては。 路地を抜けるああ何<あ>おおおお渋谷渋谷こうそ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 う、あの町、ー、遊びの時にもこのシーン見たんよな俺東京来たことないけんさこの街並みさすっごい新鮮でそれを映像で見えるいいよなーと都会って俺徳島やけんこんな都会見たことないんよなー うーんスクランブル交差点ってやつかこれが渋谷のスクランブル交差点に行き着いたさっきの路地裏やはり覚えがあったのだ今はもう用事もなく通らなくなってしまったが小学生の時に何度か通ったことがある、うん、渋谷であることに安堵の息が漏れる 僕は小学生から今の現在、高校2年に至るまで、ずっと渋谷の学校に通っている。そうなんじゃ。どっかに転校とかそういうもなかったんじゃ。渋谷、今じゃな。デュラララの舞台も渋谷だったよな、なんてことを考えながら。渋谷は自分の庭のようなものだった。マジで <laughs> そんなに <laughs> ここ、俺の庭だし。みたいな感じのことを言ったんかな、小さい頃。 呼吸が止まった誰もいない人が誰一人いないのだそうよな東京だったらもうちょいってかだいぶ人が混んどっておかしくないはずなのにこれじゃあハロウィンの夜の徳島駅やん <laughs> 自分の自分,自分の地元自炊魚かになるけど <laughs> <は>そうなんだよ俺徳島,県徳島県民なんだよ だからね、街遊びやってね、もう俺が徳島県民で良かった理由ナンバーワンに入るね。まあ、それはいいや。渋谷駅だぞ。スクランブル交差点だぞ。誰もいないなんてことありえるかどうなってる誰もおらんもんな、これ。うん。てか、あの、スクリーンやって何かがついとって映像が流れようってもおかしくないんやけど、何も流れてない。 信号は赤も青もついておりませんなんだこれ渋谷の時が止まっているようだほんまよそういう例え方あっとるぞなんだよ明らかに何かが起きている恐怖で体が震えたもしかしてこの渋谷で僕は一人取り残されてしまったのではないか背筋が凍った 呼吸が苦しいしんと沈むり返った虚空が虚空であっとるよなこれ俺漢字スキルないけどこれ虚空であっとるよね虚空って読みそうにやるけど虚空であっとるよねこれが僕を圧迫しているようだったないありえないさっきローがいたのだ誰かがいるはずだいないなでもいないな 誰誰か、かかいませんか叫んでみるが声がビルに吸収されてちっとも響かなかった何だこの空間はスクランブル交差点という場所が悪い駅の構内で叫んでみたらどうだろうか閉鎖的だし声も響くはずだそれにいつも置物のように立っている駅員がいないということをえおかげで 考えられなかった <laughs> 置物のようにって言い方もちょっとひどいぞ京介、ね、君 <laughs> スクランブル交差点から駅の方へ小走りで移動するうんその時何かが目に入った八甲八ハチ,ハチ像付近でしがんでいる人がいる八甲八甲の公の像どこ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 ,どこー どこどこ八個の像どこあれなんあそこに見えるなんか、立ってるやつ石でできてそうなやつどこどこ八個？あ、なんかピンクの見えてる。